ですね、僕自身ももちろん最初ピアノから入ったので、そのピアノでレッスンを受けるときに、ね、多くの子どもさんが本当はチェンバロで弾くとこんな響きだよっていう話を聞いてるって話を最近聞いたものですから、なんかこうピアノを始めたばかりの人でも弾くようなものをちょっとチェンバロで聞いていただけたらなと思って、思ったよりチェンバロをもうすでに見たことある方が会場にいらしたのと、それから特にクラビコードを今日弾いたんですけども、クラビコード本当に音が小さいので、このまあ現代の生活に慣れてる耳だとなかなか聞きにくいんですけれども、やはりさすがピアノを弾いてる方が多いので、すごく小さい音に集中してくださる感じ、特に小さなお子さんがね、小さな音も逃さないで聞いてくださる感じっていうのがすごくなんかびっくりしました。なるほど。